踊る人、歌う人、寡黙な人、泣いてしまった人、いつも忙しい人、歩く人、走る人、怒る人、怒られる人、強い人、弱い人、おもちゃ箱を覗き込んだら本当は宝石箱だったんだ。いろんな色でいろんな形でそれぞれの輝きを放ち始める。内気な人、強気な人、うなずく人、表現する人、お酒を飲む人、お酒を飲まない人、優しい人、優しい人、優しい人、それは強い人、強く生きる人。言葉でなくて伝わらないことがある。言葉だけじゃ伝わらないことがある。言葉よりも伝えたいことがある。つまりそれは信じること。私に降り注いだ雨はあの日と変わることなく今もこの胸に降り続いている。恵みの雨。台湾旅行記。